川口春奈、有村霞と交代、異例、レコ大司会の裏に TBS、富士からの強奪計画、か。サイレントを塗り替える24年4月金十勝部の松下洸平との共演作。12月30日される第65回輝く。日本レコード大賞 TBS 系。 総合司会は同局の安住紳一郎アナウンサー50と女優の川口春奈28が務める。安住や連続、川口は初のレコ大司会。しかし、この起用に芸能関係者からは驚きの声が出ているという。ここ10年間のレコ大の女性司会者は、 二年おきに交代という暗黙の了解があった。2014から15年は仲間幸恵、44。2016から17年は天見勇気が56。2018から19年は土屋太夫、28。2020から21年は吉岡里穂、30が当。この流れから今年の司会は、2022年の司会を担当した有村霞、す30。 が起用されるものと思われていた。ところが有村さんは一年で降板。代わって川口さんがだ。スケジュール面も含め、有村さんサイドが何らかの理由で降板したんでしょうね。今年はどうしようとなった TBS サイドは川口さんに白羽の矢を立てたのではないかと。 彼女は CM 女王に輝き、YouTube のチャンネル登録者数も187万人と大人げですからね。制作会社関係者、テレビ放送についての調査を行う日本モニターが12月5日、2023タレント CM 起用者数ランキングを発表。女性部門では出演数21本の川口が同調査で初の1位となった。 全室の制作会社関係者は続ける。さらに TBS の来年の勝負ドラマで、川口さんが主演を務めるというのも、はい、に起用された理由としては大きいでしょうね。来年4月クールの TBS の金曜ドラマ枠く、金曜22時では、川口さんが主演、2番手を松下光平さん、36、が務めるファミリー作品が決まっているといいます。 伸び盛りのイケメン俳優、木戸大成さん26も含めた三兄弟のストーリーになるようですよ。ドラマの脚本を手掛けるのは、ペンディングトレイン、8時23分、明日くんと聞かざる恋には理由があって、恋は続くよ中学誠実印、すべて TBS 系、NHK 大河ドラマ、花もゆ、などのヒット作や話題作を連発している金子有沙氏 50だという。前室の制作会社関係者が続ける。川場をときめく松下さんというキャスト。さらにヒットメーカーの金子氏の脚本ということで TBS は絶対にミスするわけにはいきません。大ヒットさせたいという思いもあり、レコ大の司会にも抜擢し、一クール先にはなりますが、ドラマの放送に向けて川口さんを押していはないでしょうか。 川口さんといえば、違法薬物で逮捕された沢尻エリカさん、37、に代わって大河ドラマ、キリンが来る出来長を演じたところから株が急上昇。急遽の起用でしたが、見事な彩ってくれましたよね。以降、NHK で重宝されるようになり、連続テレビ小説、ちむどんどん舞い上がれ、に出演。 主演を張れる女優としての地位を築きました。そんなカワリアを代表するドラマとなったのが、2022年10月クールに放送された、サイレント、フジテレビ系だろう。10月24日、都内にて、東京ドラマアウォード2023受賞式が行われ、サイレントが作連続ドラマ部門優秀賞を受賞したほか、川口が主演女優賞、 スノーマン・メグロレン26は助演団優勝、カホ32は助演女優賞を受賞した。ドラマのロケ地となった世田谷大田駅をる人もたくさんいましたよね。川口さんといえば富士、サイレントの川口春菜というイメージが強いですが、これを TBS の川口春菜にしたい、と TBS は考えているのではと。そのため、 来年のドラマのせ、レコダイの司会にも川口さんにしようとなったのではないでしょうか。今やナンバーワン主演女優の川口さん。民放ドラマでは、視聴率もクオリティ面の評価でもトップを走る TBS が彼女を奪おうと依然なことな気がしますね。全道レコダイでの川口の司会。 2024年4月クールの主演ドラマにも注目が集まる。松下、田辺美香子、34、今田美代、26、神尾風樹がクアトロ主演を務め、サイレントのプロデューサー村瀬健氏と脚本家製法ミク氏が再びタッグを組んだ10月クールのドラマ、一番好きな花フジテレビ系は視聴率が低迷し、苦戦が続いている。